皆さんこんにちは、はなです。今日も私の動画に来てくださってありがとうございます。今日はずっとリクエストをいただいていた私のカバンの中身をご紹介していこうと思います。いつもね、遊びに使っている用のカバンと会社に持っていってるカバンの2つがあるんやけど、まあ中身はそんな言うほど変わらないので、今日は会社のカバンを紹介します。ちなみに遊びに行く時によく使ってるのは、あのユニクロの斜め掛けのやつを最近ゲットしました。なのでそれを使ってます。ではではレッツスタート。はい、まず1つ目はまずはカバンの紹介からですね。じゃじゃん、見る？カバンはこのロンシャンの大きいやつを使ってます。これはもう旅行にもぴったりやし、この持ち手も長いからこうやって肩にかけられるんやけど、でなんでこんな大きいのを持ってるかというと、私はジムにいつも仕事の後行ってるので、ジムのウェアとかあとはお弁当とかも入ってたりするので、荷物がこんなに多くなっております。というわけで早速中身を見ていきましょう。まず1つ目、絶対に欠かせないもの、じゃじゃん、これはパソコンですね。常にどこに行くにも、旅行に行く時もそうやし、実家に帰ったりする時ももう常に持ち歩いてます。切っても切り離せない関係ですね、はい、その次はじゃじゃん、これはただの真っ黒の名刺入れです。全然そのちゃんとした名刺入れとかではないんやけど、まあ、サイズ的にぴったりやったっていうのでこれを使ってます。ちなみに中に入ってるのは私の普通の名刺とこのミニメモ、普通のメモ用紙です。でこれなんでメモ用紙を持っているかっていうと、まあ、仕事でもそうやし、普通日常生活で生きててさ、なんかのタイミングでもしかしたらこうありがとうございますって言いたくなったりとか、いざという時に気持ちがねちゃんと伝えられるように、そういうシチュエーションがあった時にと思って入れてます。ちなみに今まで一回も使ったことはありませんでも一応と思って入れてます。はい、次はじゃじゃん、これです。これは私が最近読んでる本なんですけど、いつも会社に行くカバンには1冊何かしらの本が入ってます。はい、でこの本はこの見えるかな、この方、この男性の方、森岡剛さんっていう方なんやけど、ユニバとかあとは丸亀製麺をさのマーケティングを担当して、そのお店を V 字回復させたことで有名な方なんです。でこの本がどういう内容かというと、まあ、このタイトルにもあるように、苦しかった時の話をしようか、ビジネスマンの父親が我が子のために書き溜めた働くことの本質っていう本に、あーめっちゃ共感できるって思えたの、読んでて。なら大学生の時に読みたかったなってめっちゃ思ったし、プラス転職しようかなとか、なんか新しいことに挑戦したい、これがしたいけど大丈夫かなとか、そのやりがいってなんなんやろうとか、働くっていうのを考えた時に多分みんないろんな悩みが出てくると思うんやけど、なんかその、まあ、全てとまではいかへんかもしれへんけど、でも少なからずその働くことの本質を一緒に考えれる本、なんかこうですよああですよって言って教えられるだけじゃなくて、一緒に自分も振り返って考えるような本やと私は思ったから、今ねもしキャリアのことで悩んでたりとか、学生さんで今後どうしようかなみたいな、どういう仕事したいんかなみたいな、そういうことを考えてる方にめちゃめちゃおすすめの本になります。では次のアイテムに行きましょう。はい、で次の持ち物はこちら、ペンとノートです。はい、でまずペンの方やねんけど、ペンは私が大学卒業して初めて、今の会社やねんけど、内定決まった時に大親友がわざわざプレゼントしてくれたものです。これはロメオっていうとこのブランドやねんけど、わざわざねイニシャルを、私のイニシャルを彫ってくれて、しかも私がこう好きな赤色っていうので、なんといいセンスなんでしょうかと思ったのと、私が書くことが好きっていうのもあるし、これくれたのはよし、あんまこれは人には貸しませんちょっと書くもの貸してたりとも違うボールペン探して渡しますなので考えに行き詰まった時とか、どうしようかなって思ってる時はこのボールペンでノートに自分の思いを書いております。はい、次こちらのノートは手のひらサイズのちっこいノートやねんけど、100均で
買って、これはもう何冊も持ってます。で中身は見せられません日常の中で私が感じた思いとか、あとは日常の中で私が、あ、この人こういうとこ好きとか、モヤモヤとか嬉しさとかっていうのってさ、その時は強く感じて、体でも心で感じるから、体でもさ体感して、この思い一生忘れへんやろなとか思うやん。でも忘れるやん、人間って。私はすごいそれが人間の良さでもあり、なんか、ああもったいないなってすごい思うの。だからどんな辛いことがあっても、いつかその痛みを乗り越えられるっていう部分、そういうのって。でも嬉しかったこととかさ、うわ、この今瞬間、この一言、今この人の一言に私助けられてますっていう時の感謝の気持ちとかを、うわー忘れたくないなっていうのが一番最初きっかけで、このノートに書き始めたの。例えばこれ、私がすごい、あ、ほんまにそうと思って、多分本かなを読んで共感したことやと思うんやけど、感動するということは自分がよろめいて揺るがされているということ、涙が出るということは処理できないぐらい多くの情報を脳が受け取ってオーバーフローとしているということ、どうしようもないことを何とか処理しようとしている結果だから焦らなくても大丈夫。これは私が多分もうどうしようわー涙ーってなってる時に読んだのか聞いたのか、自分が感じたのかも忘れちゃったけど、まあ、そんな言葉を書いたりとか、とか他は、全てがデジタル化された時、私たちは相手を知る努力をしなくなる。人を知る、物事を理解しようとするのは時間がかかること。いい面も悪い面も見ることでしょう。それでも諦めずに知りたいという好奇心を持つこと、これが自分と他者の間にある関係性を築く手段なのではないだろうか、っていうのをね、私は感じる瞬間があったんですよ。そう、何でも Google で調べられたりとかさ、なんかマッチングアプリとかで好きな人とかデートの相手を簡単に見つけられるような時代なわけやん。まあ便利やねんけど、便利な反面、やっぱ相手のことを知ろうとする自分のエネルギーをスイッチ入れてあげることも大切なんじゃないかなと思うの。結構受け身になってるわけ、私たちはネットで、ね、情報ビビってみて、なるほど、はい、分かったって。でもその分かったっていうのは、ここで見て分かったで、本当に体と心で体感をして感じて理解したじゃないから、すぐどっかにその分かったはどっかに行っちゃったりとか。でもなんかそういう努力をする、何かに挑戦する、無駄な時間を過ごすということも大切なのではないだろうかっていう思いが、電車に乗ってる時に多分溢れ出してすっごい汚い字で書いてあるんやけど、そう書いたのでも覚えてる。これも今さ読んだからさ、その感情が蘇ってくるわけであって、この考えももし私が書いてなかったら多分消えてたと思う。だから大切なの、私にとって。次はじゃじゃん、こちら、これはちっちゃいポーチですね。で、この中に何が入ってるかというと、まず一つ目は香水。これはイストワールドパルファンっていうフランスの香水のブランドです。このイストワールドパルファンっていう香水のメーカーが、香水の名前をさ一個一個、これやったら1804なんだけど、ここ年号が振られてるので、なんで年号が振られてるかっていうと、この香水を作る調香師さんの思いとして、香りっていうのは物語を持つわけよ。だからその年号ごとに時代がさ作り上げられて、そこに物語があるように、この香水もいつかの物語、こういう物語を象徴する香りなんですよっていうので年号が振られているそうです。はいと、その他に入ってるのはじゃじゃん、このリップはシャネルのリップですね。何年前、2年前ぐらいに買ったやつで、まだなくなってないんやけど、これはルージュアリュールインクフュージョン804っていうやつですね。ピンクブラウン。私はリップそんな言うほどこまめに塗り替える人じゃないんやけど、あのほんま大雑把やから。でも今もねリップ塗ってない忘れてた、塗りますあとでそうやねんけど、でもこのリップはなんで私が持っているかというと、この大雑把な私でも一回塗ったらめちゃめちゃ落ちにくいっていうのを実感したからです。ほんまに一回塗ると色があの唇にペタってくっついてる感じ、なんかもう染まってる感じになるのでおすすめです。なのでいつもこれはポーチの中に入れています。次はじゃじゃん、
ポーチです。普通のポーチなんやけど、この中に何が入っているかというと、じゃじゃん、グミおやつはもう私は仕事をする中でおやつがないと生きていけません。いつも4時ぐらいにパクパク食べてます。疲れた、でもあともうちょっと働かなあかんなっていう時間帯があるのね。私の中でゾーンがあるんやけど、それを乗り切るためのお気に入りのお茶になります。その時間はコーヒーは私朝は絶対飲むんやけど、その時間はコーヒー飲みたくないの。もう落ち着きたいと思うから、ちょっとほっこりしたいから、甘いのやったりとかお茶、紅茶とかを入れてます。はい、で最後はこちら、じゃじゃん、お財布はバーバリーの黒いお財布になります。そしてそして、実はこのお財布、なんと私が高校1年生の頃から使っております。高校1年生の頃に高校のね、入学祝いでお母さんがこれを買ってくれて、もうその時に超お気に入り、もう嬉しいもやしさ、初めてこうプレゼントを、しかもいいやつをさ、もらって、故障がないの今まで一回も。すごくない？10年間使ってて、しかもこんな綺麗っていう、はい、もう買える理由が一つも見当たらないので、もうずっと使ってます。ちょっとね、確かに大きいっちゃ大きいんやけど、まあ、いつも持ち歩いてるものっていうのがそんなないから、もうこれで OK っていう感じで10年これを使ってます。そしてこれからも多分これを使うと思います。はい、と最後はジョジョン、携帯電話でございます。このカバーはシーンで買いました。携帯はこれはね、 10XS Max やったかな、これももう5、6年ずっと使ってます。学生の頃からずっと使ってます。はい、はい、てな感じで、以上が私のカバーの中に入っている持ち物でした。結構ね、たくさん入ってるんやけど、まあ、皆さんどんなんが入ってるか見たいなーっていうリクエストがあったので、こうやって動画にしてみました。また何か、これはどこで買ったのとか、これいいらしいよっていう風なコメントがあれば、ぜひぜひコメント欄に書いてくださいね。私は皆様のコメントを楽しみにいつもしているので、書いてくれたらすごく嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。